これから開けていきます。一応こういう風なんですね、テープはまあ縁だけって感じですね。でこうやってテーブルたくさんあるんで気をつけましょうということです。聞いてみてください。多分大丈夫と思うけど、一応さっきのやつ散々温めておいてやったらもう完全外れてたんで、先にも無駄なちょっとあれしちゃったの。 OK ですね。 OK かどうかわかんないけど、では引いてみましょう。
ましょう。ちょっとね、風でだけこう滑って飛んでたんで、これちょっと今なんていうかあれやってました。まだこれいいか、このままでいいか。結構しっかりついてますね。かなりしっかりついてる。なんかさっきテープは結構細くて、だったね、結構弱いと思ったら結構しっかりついてますね。さすが防水を、歴史が長いソニーだけ。もうちょっと、もうちょっと引いてみたいことかな。大丈夫か、いけるか、大丈夫ですね。このままのケーブルが多いんで、あの金属の部屋とか、なるべくやめた方がいいですね。こういうのでも切れちゃう可能性ありますけどね。こういうプラスチックっていうか、これはかなりペラペラですけど。こういうのでもやっぱり切れちゃう可能性があるので、なるべく浅めですね。じゃあテープなんて、まあ、5ミリぐらいなんで、それ以上入れる必要ないですからね。はっきり言って。ほんと5ミリぐらいなんで、テープっていうのは。5ミリないですね。3ミリぐらいですね。で、ケーブルまでだいたい5ミリぐらいだって、もうそれ以上入れる必要は全くないですから。と言いながらやっぱり結構深くやっちゃうんですよね、どうしても。なんか、その辺はなんていうかね、どうしても、そうなんだよな。ついつい奥まで、こうやってやっちゃうんだな。角がちょっと強めですね。OK。多分これあまり引っ張っちゃうとですね、本当割れちゃうんでね、油断せずにこうちゃんとこうしっかりやっていかないとやらないんですけど、ね、いつもこう途中までしちゃうとそのままパーってこう引っ張って開けたくなっちゃうんですけど、それちょっと本当割れちゃうたまにあるんで、割れちゃうことが見た目綺麗でもやっぱり内部とかですね、衝撃とか何回かやってると割れやすくなってる場合、可能性もあるんで。なるべくきっちりやった方がいいですよ。あ、やっぱダメだ、テープ。生かしたかったけど無理か。まあいいや。まあ、パネルの安全が第一なんで、本当はテープもそのまま使いたいんですけどね。それはまあ、無理がありますけどね。とりあえず無事で何よりなんですけど、ケーブルが。外していきましょう。ただここに基板移植するので、一応外していきましょう。まずこの上のブランケット外します。あ、その前あれか、いつも忘れちゃうんです。トレーに行かないと、先にトレーに入れた方がいい。まあ、気がついた時にトレーに入れた方がいいですよね。一番最初に入れとかないと途中から忘れちゃうんですよね、トレーって。よし。色付けてくれるネジ種類が違うんで。
プラスですね。メジャープラスドライバーです。プラスです。うん。うん。あ、やばい。3、4、5、6本かな。多分6本です。あとピンクを6本外して、上のブランケットを外します。ピンセット出したのかな。ピンセット出したのかな。結構割りやすい、薄いから割りやすいかもしれないですね。ちょっとあの爪で引っかかってますね、これ。爪でこう、1箇所、2箇所、何箇所か分かんないけど。無理に引き上げて割れちゃうかもしれないです。爪が、ここにも爪がありますかね、ちょっとね。あと、ここにもありますね。爪がちょっとあるんで。ちょっと爪をこう抜くようになるとスムーズじゃないの。パンってやってもいけると思うんですけど。で、ここで、なんか、いや、結構たくさんあれがあるので、まず外すの、コネクタ外しましょうね。コネクタ、あ、下ですね。下のこれを外さないといけないんで、この、グラファイシートっていうんですか、このテープを。なくてもいいと思うんですけど、一応ついてるものを戻したいんで、元にちゃんと。あ、ほんと、これ下にネジがあります、これね。これ剥がさ、これやっぱ剥がさなきゃダメですね。ネジが下にあるって。あ、こっちもそうか、こっちも下にネジが。このネジ関係ねえかな、これどうだろう。このネジ関係あるかな。これ、今度ブルーのネジですね。何本外すんだ、ネジこれ。この奥にも1本あるんですけど、表面だけだから1、2、3、4、5、6本かな。一応見えるのは、あとプラス3本見えるんですけど、多分下の6本だけでいけるんじゃないかな。ダメか、下も取らなきゃダメか。7本、これ取ろうかな。このシグナルランテナのところ。いいや。これで多分外れるかな。あ、これもそうですね。あ、ちょっとスケールのちょっと取り回しをちょっと写真撮ってきます、これちょっと。わかんなくなったところがあるんで。もうこれ全部これ。ちょっと取り回しが、ちょっと。どうかなって、写真撮ってこないと忘れちゃうんでね。取れないかな、これ。もう一本か。これも取らなきゃダメかな、ちょっとわかんないけど。一応ちょっと外しましょうか。関係ないかもしれないけど。ちょっと外しましょう。あ、
これもそうですね、やっぱり、ね、失礼しました、8分ですね。これスピーカーについてはこっちこの辺がグイッと入ってるかもしれないですね。ちょっと待って、あ、これちょっと、ここちょっとあのスピーカー口のとこはちょっと防水のテープで貼ってあるんで、ちょっとこう、ここはちょっとですねテープで取りにくくなってます。でこういう感じで次基板外しますけども、ネジ2本基板のネジがありますんで、この2本ですね、どうしようかな、2本はちょっとどっか分かりやすく別にしとこうかな、これ多分これネジ違うと思うんで、あ、一緒かな、これ同じピンクだから一緒かな、これネジ同じっぽいですね。一応ちょっと別扱いしていきましょうか、同じか、でコネクタを、これセンサーのケーブルと、これがこれスピーカーかカメラかな、わかんない、ちょっとインカメかな、こっち側カメラですね、インカメですね。でこれはバッテリーですね、バッテリーと、あとこれがボタン類ですね。でこれが充電の方からのフレーキ、でこれ画面のフレーキですね。であとですね、いくつか外すところがあって、あ、これちょっと写真撮ろうかな、これちょっとちっちゃいな、これでしょ。で、あと外すところは、まずここのですね、ちょっと見づらいですけど、横のこの指紋認証の、これテープずれてますけど、なんか知らんけど、指紋認証のフレキが入ってるんで、これあと起こして抜くタイプです。黒い爪、あ、起こしてあるの、これ爪の、黒い爪を起こして、これを引き抜きます。これ金属だと傷ついちゃうかもしれないので、なるべくプラスチックとかこう当たりのや優しいやつの方がいいですね、これもね。であとこっち下のですね、あのシグナルアンテナケーブルも抜きます、基板外す場合ですね。これ柔らかいですよね、2箇所ですね、多分これで基板抜けると思うんですけど。でバッテリー交換した人はここのあれがあるんで、これ抜く感じですね、あのテープのあれなんていうの引っ張り口みたいな。でこれ失敗したらばヘラ入れてやるから、それちょっと基板外したらやりやすいんですかね、わかんないですけど、今日はバッテリー交換しないんで、なんかうまく、下からやった方がいいのかな。あ、もう一個、もう一個、このバイブレーターのですね、このあるんで、これ上にこうカチャッとはまってる感じなので、パカッとこう上に上げる感じで、どうしたの、バイブレーターのこれを。上に上げる感じ、白いのが黒い台にはまってるんで、で下から上げてあげれば抜けるかな、あ、割とスルッと抜けますね、スルッというのもないか、ちょっと当たってるかな、上のなんかテープが、あ、テープが1個なんだろう、スピーカーかな、なんかセンサーのところにテープがちょっと入ってますよね、スピーカーかな、ちょっとわかんないですよ、ここにテープがちょっとついてるんで、なんかスピーカー、あ、これスピーカーか、これ、あ、いや、マイクだ、マイク、マイク、多分これマイクですね、このモジュールは、スピーカーか、マイク、スピーカー、わかんない、まあいいや、まあいいや、どっちもいいわ。でまあ、バッテリー
を、まあ、取る人は、まあ、基板外し取る場合はこれで、まあ、ヘラ入れたらいいのかなと思うんですけど、ただこれあのバッテリーもし取る場合ですね、これ抜けたら、うまくこのテープを抜けたらですね、あのすぐ取れるんですけど、もし割とこれ途中ちぎれる場合があるんで、この時はヘラ入れてこうやるなるんですけども、あのこのですね、このこれずっとフレームがありますが、ここに穴が開いてるんで、フレームのところに、でその向こうはあの画面になってるんで、あまりヘラつきすぎるとですね、この画面の裏側の方にグイグイってなっちゃって、あの画面がやられちゃう可能性がかなり高いんで、多分ですね、俺まだ開けたことないんですけども、多分ね、1センチぐらいまでは大丈夫かなと思うんですよね。あの多分あの海外の人のビデオ見ればわかると思うんですけども、多分この辺りにこう穴が開いてるんで、まあ、1センチぐらい、5ミリから1センチぐらいだったら大丈夫ですけども、それ以上入れちゃうとまずいかなという感じでした、確か。これ伝聞情報です。ちょっと、私も実際動画なんですけど。で、こっちを、同じようにこっちを。やっていきます。こっちの基板、こっちの、まあ、そうか、こっちカメラ使うか、カメラ外すかな、まあいいや、とりあえずこれを入れようか、基板を。部品取れてですね、今のやつはちょっとあの Wi-Fi が使えないんで、部品とにしようと思って、でカメラが壊れてるのもあの、そっちも移植しようかなと。汚れてるな。これも一気にネジ外してます。まあ、あの充電の方がですね、あのこれはあの一体基板と別なんで、これが充電のこの、まあ、フレッケーブルのちょっと分厚いやつなんですね。これが全部つながってるんで、このモジュールが多分この全部これ引っ張がして、あ、これ動きますよね、引っ張がして抜けば多分これ全部つながってるんで、充電の方ができなくなったら多分これを変えればできるんじゃないかなと思います、多分。あとだからこれもこのフレッケーのこれなんだけど、あのUSB のこのフレキとバッテリー取ったらほぼ全分解になりますので、おそらく。で、これシール外して。で、ネジをもう2本外します。ちょっと。よし、縦。これ、一回、これ硬いな、なんか一回外してるのかな、これ。ちょっと硬くないんだけど、あんまり。上からか。爪が入ってるんで、無理に上げると割れるかもしれないんで、うまく爪抜く感じでやると割とこのスムーズに抜けます。この下ですね、下を、でこれ下のスピーカー接着剤がついてるんで、ちょっとそこが硬いですけど、外してあげた、これ外さないとこれ切れちゃいますから。スピーカーちょっとくっついてます、接着剤で。ちょっと硬いですけど取れます。で、あとはシグナルアンテナのケーブルと2本と
外部のモジュールですね。さっきちょっと忘れましたけど、上にピキッと上げる感じです。で、あとはコネクタ、センサーとカメラと、あとこれがバッテリーと、あとこれがボタン類で、USB の充電と、あとこれが画面ですね。で、これあの指紋センサーのやつを、起こして、黒いのを起こして引き抜くときは、これこのピンセットが起動じゃないので引き抜く感じですね。 OK です。多分下からやった方が多分取りやすいのかな、これ多分さっきやったあれだと。多分下からやると、あ、忘れた、ネジすぐ忘れるんだな、こういうの。ネジが2本。ちょっと油断しちゃうんで、なんか。で、上にちょっとこのマイクかな、マイクのこのちっちゃくて、ちょっとこれ硬いですけど、ちょっとこれですね、これちょっとこれで、これを移植してあげます。まずこっちにとりあえず1台作りたいの で、これがですね、ちょっと見ておいた方がいいです。これあのあれですね、このこの放熱の、これをちょっと、数をちょっと合わせるのにちょっとですね、ちゃんとこれを合わせましょうって感じですね。残ってる場合はそのままでですね。これでまず元気なやつが出来上がります。画面のやつと、これで大丈夫かな。これ難しいんだろうな、これいつも。ここよく見える。オッケー、入ってた。で、ボタン返したら多分ね、これがですね、あの、多分この黒いの外してあげると、多分5年のやつがいろいろ変え、あの、交換できると思うんですけど、ちょっと今日はそこまでやらないんですが、私は。で、この状態でバイブのこれを入れて、いいかな。ちょっと一番ネジ先に入れてみましょうか。
とはコネクタをつけていきます。困っているとカメラの移植とかあるんで、とりあえずこれ1台仕上げてから、そういう細かいとこやっていきます。あ、これ忘れたわ、あれを。順番忘れたわ。こうやって先に指紋センサーですね。指紋センサーを入れて、で黒いのを倒す感じですね、黒いやつ。で、さっきのテープ、一応テープをつけましょうか。で、ボタン類のと画面のフレキと、画面じゃないこれ、USB のフレキですね。画面ですね。画面フレーキ。で、スピーカーを。あれ。つけるんですけど、どうだっけ、忘れちゃったこれどうだっけ。反対か。これ上取ってます。確か上取ってるんですよ、これって。で、ネジを止めて。よし。して、ここだったかな？確か。取りましたけど。取りましてね、下手するとこれがね、上蓋閉まらないよかったりする場合があるんで、これが引っかかってっていうか、これかな、これか、上を通って溝に入るのか、これでいいか。で、大丈夫ですね。この結構きっちりはないと、これが邪魔になってバックパネルが閉まないと普通にあるんで、そういうのって今まで何回もあって OK ですね。で、これシールを戻してあげて、あれよし。で、上の
ブランケットを戻しましょう。なんか忘れてねえかな。大丈夫っぽいですね。で、これ、あとはつけます。これテープとか、吸ったことない。とりあえず、形を作りたいんで。で、トシウムトレイを、これで、テープなんかで貼って、これ起動しなかったらちょっとやばいんだけど、一応起動ボタンを押しましょう。トレイないとあんな。OK、一安心ですね。大丈夫と思うんですけど。トレー抜けた。OK ですね。なってますね。それとあとですね、次あともうあとはバックパネルの移植ともう一つとカメラのですね交換やるんですけども、カメラ結構めんどくさくてですね、ちょっと今そこからやってみましょうかね。ついでにこれね、なんかすごいめんどくさいんですよ。カメラは普通これ撮れるんですけど、なんかこれ面白いのはこれ SIM カードのリーダーがですね、これ交換できるんですよ。これ面白いことに、めったに普通こういうのって基板付けしてる、基板に付けてるんでできないんですけど、結構これね、だから読み込みができなかった場合ね、修理ができるのがちょっといいです。まあ、修理ができるかどうかわかんないですけども、まあ、基板の問題の可能性もあるんで、でもトレイの読みリーダーがダメな場合は交換できるんですよ。これなんかあれ画期的ですよね。まあ昔もそういうのありましたよね。でも結構これは面白いなと思って、でこれで多分上にこう爪かな、これ爪になったのかな、多分これ爪になったと思うんで、これ外してですね、だけど多分僕寝ちゃった、やべえ、3つですね。これでですね、多分取れると思うんですけど、結構面白いあれですよね。あれ？あ、これ取れた今。こういうふうに取れるんですよ。上もちょっとあれかなんか。上もと爪がついてますね、上こっちも。なんか面白いですね。リーダーが、あれ？なんか、カメラのばっか撮れた。
初めてなんでワンちゃん戸惑ってますけど、ちょっとこの辺です。撮れるんですよね、シムのリーダーは。でこれでもカメラはこう撮れるんですけど、カメラに撮る感じですね。こうやって使います、という感じで、まあ、こういうちょっと面白い構図になってますので、参考になればと思います。ありがとうございました。